おはようございます。3連休の初日はテンションが上がる男、ザ・オリーマンです。今回は機動戦士ガンダム水星の魔女よりガンダムエアリアルにバラバラ解体ショーされた HG144-1 ディランザ・グエル専用機を作っていきたいと思います。発売日は2022年10月の8日、お値段税込み1760円。シードデスティニーでセーバーガンダムがバラバラ解体ショーされたのを思い出しますね。HG ザ・ウェッジ・フロム・マーキュリー・ナンバー1、4番。メカニックデザインは G のレコンギスタや鉄血のルフェンズ、ムーンガンダムでおなじみの行部一平氏。ガンダム具志音やロディフレームもデザインされていることもあり、ごついフォルムが少し似通っているような気もします。それではいざ参ろう。グエルシェターク専用機、オープン。1、2、3、説明書。開封して内容物を並べてみました。ランナーは全部で5枚入っています。このキットはポリキャップレスで、全てのランナーは2022年製のディランザの新規造形ランナーが使われています。色プラランナーは1枚、全部で4色。プラの素材はかなり柔らかめで KPA 素材が使われています。関節フレームや武装類のランナーも KPS。 外装パーツの一つ一つはかなり大きめのサイズ感で、通常のプラ材が使われていました。ビームエフェクトのランナーが1枚、ホイールシールは小さめのものが1枚付属。こちらが説明書になります。アニメではバラバラにされてしまいましたが、この重量感のあるフォルムがかっこいいですね。こちらがカラーガイドになります。全部で6色使われています。それでは武装類チェックしていきましょう。先端部から収束率の高いビーム刃を発生させる長尺の槍、ビームパルチザン。バースト射撃以外にも複数の射撃モードに対応しているビームライフル。ディランザ共通の共通装備、ビームトーチ。打突用のスパイクを増設し、攻撃にも転用可能なスパイクシールド。胸部の固定ビーム兵装、ビームバルカン。パーツリストになります。すべて新規造形ということもあり、余剰パーツは出ない作りをしていました。それでは組んでいきます。完成後にガンダムエアリアルやメカデザイナーが同じガンダムグシオンと一緒に並べて見ていきますんで、最後まで見てもらえると嬉しいです。あとグッドボタンもお願いします。まずは頭部からセンサーパーツやディティールが若干入っています。センサーにはホイールシールが付属。参考までにホイールシールを貼ってみました。シールの質感がいいせいか違和感はあまりありません。外装パーツは上下で挟み込む。頭頂部に取り付けるモフモフしたやつはカマキリの卵みたいなディティールをしています。ここら辺の造形がカマキリの卵みたい、もしくはアナコンダ。正面のブレードアンテナはワンパーツでかなりごつい作りをしています。安全フラッグとはついていませんでした。安全フラッグはついていませんが、アンテナの先端は鋭くはないので、ここは尖らせた方がかっこよくなるかなと思います。合わせ目は特には発生しませんが、正面に目立つパーティングラインが発生します。下側から見るとこの白いモフモフのパーツの内側は空洞になっています。続いてボディ、腹部の関節フレームの作りはこんな感じ。大きめのパーツが多くて組みやすく、パーツの切り出しも A ランナーのみしか使用しません。組み立ては非常に簡単でサクサクと進みます。腕パーツの根元はプラ材、ボールジョイントで接続。外装パーツは前後で挟み込む。頭部根元のパーツはボールジョイントで接続。ボディはこれで完成。胸部正面には武装のビームバルカンを2門装備。全体的に KPA 素材のプラ材が使われていて、かなりマットな質感をしています。合わせ目箇所は側面に発生しますが、ここは段落ち処理。腹部の側面にも合わせ目が発生しますが、ここは段落ち処理とはされていません。続いて可動域、胸部に可動が入っていて前方に倒すことができます。ボールジョイント等は使われていません。このように引き出せる作りをしています。頭部根元はプラ材のボールジョイントで柔軟に可動。腕根元はプラ材のボールジョイントで接続されていて、前方にこのぐらいまで引き出すことができます。頭部をボディにドッキング、ボールジョイント買った。実際に組み上がってくるとかなりごつくてヒロイックなデザインをしていますね。続いて腕部、肘関節は C 型ジョイント。前腕部外装パーツは2パーツ構成。モナカ、前腕部外装パーツも C 型ジョイント。剥き出しの関節フレームは外装パーツで隠していく。二の腕外装パーツは1パーツでスライド。ハンドパーツは2パーツ構成、握り手一択となっております。ハンドパーツはボールジョイントで接続。肩の関節フレームは2パーツ構成。肩アーマーは軸で接続。かなり大きめのスパイクシールドは1パーツ。スパイクパーツも特にパーツ分割はされていません。裏側に裏打ち等はありませんが、簡易的なディテールが入っています。肩アーマー側面へ軸で接続。スパイクシールドが特徴的な腕部が完成しました。合わせ目から見ていきます。肩アーマー上部に合わせ目が発生しますが、1段上がっていてわからない作りをしていました。隠れて見えにくい箇所にはなりますが、1番合わせ目が発生。前腕部両側面に合わせ目が発生しますが、ここは段落ち処理がされています。続いて可動域、肩アーマーは大きくスイング。肩アーマーから下はロール。肘関節は二重関節になっていて、限界でこのぐらいまで曲げることができます。ハンドパーツはボールジョイントで柔軟に可動。スパイクアーマーの可動も見ていきます。軸で接続されていて前後に可動。上側に向けることもできます。
腕パーツはボールジョイントで接続、受けは KPS、 反対側もドッキング、ディランザグエル専用機の上半身が完成しました。かなりマッシブなキットでありますが、腕の根元が引き出したり肘関節が曲げれたりと、可動域に関してもさすがは最新のキットといった作りをしています。水星の魔女のキットは本当によく動く作りをしていますね。続いて足パーツ、つま先とかかとをざっくり組み上げてみました。足裏も別パーツ化がされています。どちらがつま先かわからないようなデザインをしていますが、こちらがつま先になります。上側に上げることもできます。足裏にはディテールが入っていて、特に肉抜き穴等は発生しません。関節フレームの一部には肉抜き穴が発生。足の関節フレームは変わった作りをしていて、側面に動かすことができます。続いて脚部、膝下外装パーツの作りはこんな感じ。一部スラスターのようなパーツは別パーツ化がされています。外装パーツは前後で挟み込む、モナッカ。大腿部外装パーツも前後2パーツ構成、モナッカ。関節フレームは HG にしては太めの軸で接続。膝関節にも C 型ジョイント、膝下外装パーツも C 型ジョイント、剥き出しの関節フレームに外装パーツを取り付け、膝アーマーは1パーツ、足パーツはボールジョイントで接続。今までのガンプラにはあまりないようなデザインの脚部完成しました。合わせ目から見ていきます。大腿部外装パーツから膝下の外装パーツまでまっすぐ合わせ目が発生します。段落ち処理とは一切されていません。構造上後はめ加工とはしなくても合わせ目が消せますが、かなり広い面積になっております。続いて可動域、大腿部は若干ロール、膝関節は二重関節になっていて限界でこのぐらいまで曲げることができます。足パーツはボールジョイントで柔軟に稼働。続いて腰部、基盤となる関節フレームはこちら。フロントアームは左右で1パーツ、真ん中でカットできそう、アルティメットゴッドカット、中央でカットしても問題はありません。独立して稼働。続いてリアアーマー、裏打ちが入っています。リアの両側に外装パーツを装着、少し変わった作りをしていて外装パーツに角度がつけれます。腰部はこれで完成。フロントアーマーとリアアーマーは独立して稼働。アーマーの裏側には裏打ちやディティールは特には入っていません。また下にはアクションベース用の 3mm ジョイント穴、股関節根元の可動のアシスト等は特には入っていませんでした。足パーツは軸で接続、反対側もドッキング、ずんぐりむっくりした不思議な下半身完成しました。足裏はぴったりついてくれるので設置性は一切問題ありません。そして安定して自立します。後ろから見ても重量感がすごいですね。下半身と上半身は丸いボールジョイントで接続。バックパックは3パーツ構成でサクッと組み上げてみました。スラスターらしきパーツは別パーツ化がされています。バックパックはピン2つで接続、ディランザグエル専用機の本体が完成しました。パーツ構成がシンプルでかなり短時間で組み上げることができます。最後に武装類、まずはビームライフル、モナッカ。段落ち処理とは一切されていません。ぐるりと合わせ目が発生します。あと近接装備としてビームトーチとビームパルチザンが付属、ビームエフェクトの透明度もかなり高く綺麗な作りをしています。ディランザグエルジェターク専用機完成しました。付属品見ていきましょう。ビームライフル、ビームトーチ、ビームパルチザン、以上になります。余剰パーツは特には発生しません。詳しく見ていきましょう。それでは可動域からチェックしていきます。まずは頭部から、頭部根元はボールジョイントで接続、首根元はボールジョイントで柔軟に稼働、上を見上げてみるとこのぐらい、顎を引いてみるとこのぐらい。横へのひねりを見ていきます。頭部はボディにへばりついているため若干干渉はしますが、一回転をさせることはできました。腹部に可動が入っているため胸部は前方に倒すことはできます。左右にも若干ではありますがしなりが入っています。腕根元の関節フレームは前方に引き出すことができ、両腕とも引き出してみたらこのぐらいまで前方に引き出すことはできます。腕の開きも見ていきます。まずは肩幅、関節フレームも若干ではありますが上に上がり、肩幅は限界でこのぐらいまで動かすことができました。腕も大きく上げてみたいと思います。腕はもう少し上に上がりますがスパイクシールドが干渉してこのぐらいまでしか上がりません。足の開きも見ていきます。股関節元は軸接続、このディランザにサイドアーマーというものは特にはありませんが、外装パーツが干渉してしまいこれ以上足を開くことはできません。目いっぱい広げても足の開きはこのぐらいが限界。続きまして毎日のルーチンワーク、膝立ちをさしていきます。フロントアーマーに干渉してしまいますが側面に反らしてあげれば足は大きく上げることはできます。リアスカートにすぐに干渉してしまいますが両端は折り曲がります。ディランザグエル専用機の膝立ち整いました。このずんぐりむっくりしたプロポーションなので膝立ちをさせることは困難だとは思っていましたが、しっかりと膝をついて上体を起こすことができました。素晴らしいですね。続きまして武装類を持たしてポージングを取らせていきます。まずはビームライフル、武器持ち手専用ハンドパーツなんてものはありませんので握り手に差し込むのみ、ぴったりとはまりしっかりとホールドされます。あとビームライフルはスパイクシールドの内側にマウントをすることができます。その際はマガジンを外す。
マガジン専用の収納する箇所があり、ビームライフルは先端をスライドしてマウント。ビームライフルをマウントした状態のスパイクシールドがこちら、若干はみ出ますですが保持力は一切問題はありません。続いてディランザの共通装備ビームトーチ、本体に持たせるのはビームライフと同様に差し込むのみ。本体に持たせてみました。ぴったりとはまり保持力は問題はありません。あとビームトーチもクリアパーツを外すことでビームライフル同様にスパイクシールドの内側に収納することができます。あと今頃気がついたんですが、この部分が回転しスパイクシールドは正面に向けることができます。すごいですね。最後にディランザのオプション近接装備ビームパルチザン、特に凹凸などはありませんが両腕でしっかりと持たせてポージングを取らせるとかなり迫力があるポーズが決まります。このビームパルチザンの少し残念なところは向きを変えると肉抜き穴ががっつり発生します。気になる方はここは埋めるのもいいかもしれません。続きましてシール補填と塗り分け箇所をチェックしていきます。ホイールシールは頭部センサーとビームライフルのセンサースコープの3箇所のみ付属。スラスターをブラックで塗りつぶすところはありますが、基本的な色分け再現は成形色によりほぼ完璧にされています。ですが完成見本と見比べてみると、メインパープルの成形色の色合いがパープルではなく赤紫みたいな色になるというローゼンズール現象が起こっています。カラーリングにこだわりがあり気に入らない方はランナー塗装をして自分好みの色合いに調整するのもいいかもしれません。続いて参考までに同シリーズのガンダムエアリアルと並べてみました。お値段はディランザグエル専用機の方が330円程度上がっています。エアリアルも胸部や大腿部などマッシブなプロポーションではありますが、ディランザの方が横幅はかなり大きく見え、アンテナを入れれば頭頂高はほとんど同じぐらいになります。エアリアルの完成度が高すぎるだけに一緒に並べてしまうとディランザのおもちゃ感が出てしまいますね。続きまして個人的な興味でメカデザインが同じ業務1ページが担当したガンダムグシオンと並べてみました。デザイナーの癖なのかムーンガンダムもそうですが、フロントアーマーの形状やスラスターの位置などが似通っているような気がします。装甲の緩やかな表現や個性的すぎるデザインがとても魅力的です。個人的にはキマリス・ビダールのデザインがドストライクで、プレ版で超合金メタルロボット魂のキマリス・ビダールも予約しているので、また届いたら動画を作りたいと思います。はい、今回はディランザグエル専用機を作ってみました。マッシブすぎて一見あまり動かないように見えますが、触ってみるとよく稼働してポージングがはかどります。ビームパルチザンも大きさがあり構えると迫力が出て、ビームエフェクトのクリアパーツも透明感がありとても綺麗でした。欠点という欠点はありませんが、バンダイさんは成形色のパープルの色味の調整がたまに赤みが強くなる気がします。以上がレビューになります。参考になりましたらぜひ高評価チャンネル登録お願いします。最後までご視聴くださりありがとうございました。